どうも、その辺の人です。懲りずにですね、また来てしまいました。東海大学、前駅です。入学シーズンとありまして、昔の東海大の動画を見返したんですけど、視聴者のコメント欄の中に、東海大のこの春から入学する人がいらっしゃいまして、実際ここから大学まで何分ぐらいかかるんですかみたいなご質問がありましたんで、すごいシンプルな動画なんですけど、ここから歩いてどんぐらいかかるか測ってみたいと思います。通学路周辺の飲食店をちょっと巡ってみるみたいな動画撮った時にはいちいち止まったりとかしたんですけど、止まったりしなくてそのまま普通に学校に行く感じで行きたいなと思います。次元に行かなきゃみたいな、そんな気持ちで今回撮りたいなと思いますので、ぜひですね、通学時の時の参考に新入生はしてはいかがでしょうか。その辺スタートはですね、こちら東海大学前からとなっておりますので、もし鶴巻温泉とかね、平塚からとか行く方はちょっとあんま参考にならないかもしれないですけど、じゃあちょっと早速セッティングします。スタートしたいと思います。ちなみに自分の歩行の速度なんですけども、足が短いので、普通の人よりはちょっと遅いかもしれないです。なるべくね、早歩きで行くようにはしてますけど、まあ、基本的には大学に行ってた時の速度で行きたいなと思いますんで、まあ、大学に行ってた時の速度なんて覚えてないですけど、まあ普通に歩いてる速度だと思っていただければ幸いです。今回どこも触れませんので、建物はだから単純に学校へ向かうっていうシンプルな動画だと、あまりにも話が続かなかったりしたらカットしていきたいなと思います。もう早速止まっちゃったんですけど、まあ、せっかくね、道中なら僕が東海を選んだりしたのかとか、まあ、東海大学の関連の話をしながら場をつないでいけたらなと思います。って言ったら赤なんだよね。そう、この信号毎回捕まっちゃうんですよね、赤信号で。何分ぐらいかな。でも今向かいの信号変わったんですぐ変わるとは思うんですけど、そうね、もう単純に明快にその東海大を選んだ理由は、広いからっていうしたら日大とかもあるじゃねえかっていう話ではあるんですけど、日大もね、場所的には東海より近いから、あ、当時ね、実家にいたんですけど、実家にいた時代と比べたら全然近いんですけど、なんだろうね、学力が足らんかった、普通に単純に学力が足らんかったっていうのと、行きたいところがね、まあ、たまたまその行きたい学部があって、そこに願書出してセンターと一般を合わせたやつだったから、そこに受かったって感じですね。なんでまあとりあえずなんかまた4年間モラトリアム期間普通に過ごしたいなと思って、ちょっとまだ就職したいなって理由で、でかつなんかいろんな人がいたいなっていう理由で東海を選んだんですけど、まあ結果的には正解ですよね。確かにいろんな人と出会えましたんで、大学生活はね、行っててよかったのかなと。現実的な話をするとね、大学卒であればね、お給料の面でも違いますし、大学ってね、留年したりとか、そのまま単位足らなくて退学するみたいな人も結構いたりするんですけど、まあ自分もそう悩んだ時期はあったんですけど、大学の教授とか優しくて、親とかも協力してなんとか卒業させてもらったっていうのが大学の思い出としてあって、すごくね、助けられてました。人生的にもね、普通に生活も送れて、こうやって変な時間に、YouTube も撮らせてもらってるのは本当に大学卒業できたからかなと思いますんで、すごく感謝しております。そういう意味でも貢献できることがあればちょっとできればなと思って、そういうのをちょっと東海の動画を撮ってみたっていうのもあるんですよね。別に付属高校でもないのでね、大学から入ったわけなんで、そんなね深く関わってるわけじゃないんですけど、でも人生においてはすごく助けられたかなっていうのが本当大学生活ですかね。大丈夫ですか、淡々と歩いてるけど。通学路の説明に関しては別の動画でも上がってるんで、まあ、ぶっちゃけそこ見てもらえば構わないんですけど、どんぐらい時間かかるかっていうリアルなところを測っていきたいなと思いますんで、気になる店すごいね、さっきからスルーしてるんですけど、本当はこの通学するっていう一歩の動画を撮るために泣く泣くスルーさせてもらいます。でもなんか体感してる感じだと、コメント欄の方には坂とか含めると15、6分ぐらいかかるんじゃないみたいな、まあ、実際 Google マップとかで大学から駅の道の長さ時間測ってみたんです。
そしたらやっぱ15、6分ぐらい。あ、じゃあそんぐらいかなと思ってあのコメントしちゃったんですよね、実はね。うん、頭の中でもそれぐらいかかったかなみたいなふうに思ったんですけど、実は今撮ってる時間帯見る限りではそんなにかかってなくねって思ってね、ネタバレじゃないですけど動画のね流し的にもね、あれそろそろついちゃうんじゃねみたいな勢いなんですけど、あ、一応ゴールはですね、刑事門と北門の間、ちょうどあのユーミーライフのカフェの、信号を渡った先に、まあ、東海大があるんですけど、まあ、そこをゴールにしようかなと思いますんで、たらもうなんか、ね、東海大おなじみの駅坂がもうあるんですよね。もうここまで来ちゃったらねここまで来ちゃったらもう目の前じゃ目の前なんですけど、時間もそんなにかかってないんですよね。ただこれあの今学生がほとんどいないからスムーズに進めてるんですけど、これがあの普通の入学シーズン、まあ、ちょっと今感染症の時期なんで、もしかしたら人は減ってるかもしれないんですけど、そうじゃない時とかもうずらっと行列じゃないですけど、もう例え悪いですけどアリのような感じで学生がもう登ってるんですよ。疲れんのよ、そうかね、喋りながらだしマスクもしてるし、見えてきましたね、はい、おなじみの階段なんですけど、舗装されてる上にエスカレーターもあると、ちょっとどうせならちょっとエスカレーターじゃない方舗装されて、お、結構登りやすいですね。舗装されてなかった時期登ってたんで、もっと急だったんですよなんだか階段もすごい雑な作りだったんで辛かったんですけど、全然渡れますね。まあ普通にエスカレーター使った方が早いですねというわけで上に着きました。キッチンオリーブの前ですね。ここまっすぐ行っちゃえばもう大学が目の前にあるという感じですね。はい、東海大に着きました。あ、進行になっちゃいましたよ。ユーミーライフのカフェのこれですね。なんか現役学生も働いてるらしいんでね、より正確な東海大の情報とか集めたい方はぜひ大学生集まってるらしいんで行ってみたいかでしょうか。この対面が刑事門と北門のちょうど真ん中間あたりの、はい、じゃあ青になりました。ちょうど対面タイムなり、ここで到着ということでタイム止めさせてもらいます。タイムの方がですね、13分1秒でした。まあ、コメント入れて15、6分ぐらいって言ってるか、ちょっと早く着いた感じだけど、まあ概ね間違ってない。まあ、ただほら、もし一限とかさ、授業に遅刻したって時、この1分、2分がシビアなところなんで、プラス校舎もね、一限受ける授業とかがさ、普通に高校とか中学とか違って、一つの校舎にまとめられてないんで、ね。下手すればその理系のキャンパスにここから10分ぐらいかかっちゃうぐらいなんで、13分プラス、校舎に行く時間帯がその授業に間に合うタイムだと思っていただければいいので、ぜひこれからね、授業行くっていう方はですね、そのタイム参考にしながらですね、なるべくギリギリに間に合うようにせめて間に合うようにね、時間調整をしていただいて通学してみてくださいっていうシンプルな動画でした、ね、絶対ね必要だと思うんでね、本当切羽詰まってる大学生、あと単位、あと一日も休めねえよって人たち、本当にこの動画すごい助けになるのかなと思うので、うまく信号に被らなければもうちょっと早く来たのかなという印象ですね。以上、そのテーマでした。この度は入学皆さんおめでとうございました。東海大か駅前からですね、大学までは12、3分ぐらい、かかります。そんな徒歩ね、坂はありますけど、疲れるってことではないんで、ぜひですね、これをこの動画活用して通学してみてください。それではさよなら。